どうしたらいいですか？なんで？なんか持って問題あるの？どうする？じゃあ、駅員に聞いたらいいじゃないですか。なんで、なんで、私痴漢じゃないですよ。一般人ですよ。降りたらいいじゃないですか。なんで？いや、そういう問題じゃですよ。な、何を言ってるんですか、いきなり。普通のこと言ってるだけじゃないですか。普通のこと、普通のことは、この電車は誰でも乗れる。なんでそうやって認めないんですか。いや、認めてくださいよ。鉄道会社決めてるんですから。誰でも乗れると。まず。乗れないんですよ。乗れない、誰が言ってたんですか。誰が言ってたんですか。時間で乗れない。じゃあ、コールセンターに電話してみてください。あなたがすれば。もう私本社に行ってますから、すでに本社に行ってますから、新宿の本社にね。その人は、土星専用車はどなたかそういうものご利用いただけますか。難しくないですか。全然だからってんですよ。羞恥心がないんです。あなたが羞恥心がないです。この嘘に騙されて。いや、あなたたちがね、協力してもらったらいいよ。それがひどいこと言ってるからでしょ。いや、私が言われてるんですよ。いや、あなたが悪いから言われてる。なんで悪いんですか。ただ乗れるのに。駅員呼んでください。だったらあなたたちが、あなたが降りれば済むことですよ。嫌です。拒否します。私ここ利用に便利なんで拒否します。あなたバカですよ、そんなこと言ったら。おはようございます。立ち待ちに行った方です。アクセルが待ち込んでください。本当に明かりだな。本当に迷惑行為。だよ、暴力すんなよ、迷惑だな。ちょっと今コロナ押されたんですけど、私こうやって出るときに乗れるんですよね。だって JR 乗れるっていうか乗って、なんでこういうことされるの。私相当迷惑なんですけど、この人暴力ですよ。警察呼ぼうか。迷惑だよ。そういうところでしかストレス発散できないから。ストレス関係ないです。乗れるものは乗れるんだから、ストレスは関係ないでしょ。電車だぞ、ここは。トレーや銭湯じゃねえんだよ。ふざけんなよ。痛えな、ここ押されたんだ今。だからなんだよ、これ自由だろ。私も自由だろ、そんなのは。はい、残念ながら結婚者です。悔しそう。悔しそう。ちょっと後で行かない。乗れると前提に話してくださいよ、ね、私どんな障害もって分かんないですよね。そうですよね。私どんな障害もって分かんないのにこのこと言うんですよ。え、私視力が弱い。乗り続けない。これ乗り換えなんでね、残念ながら、とにかく乗れると周知してください。またこういう人が出ますんで。暴力行為してきたんですよ、ね、後ろが押されたんです。ドン突きされたんですよ。ちょっと異常だと思うんで、それ警察も辞さないですよ、これ。あまりひどいと。こんな人が痴漢するんで。痴漢ですって。こういう人が痴漢されたことあるんですか。あ、そうですか。私が痴漢かどうか録画見れば分かりますよ。証拠保全してるんで。本当迷惑なんで、ちゃんと周知してくださいよ、もう男性が乗れることを。だって、乗って、こうやって暴力されておかしくないですか。いろいろなんでね。はい。だってこれあくまで協力じゃないですか。協力って献血募金と同じでこちら任意じゃないですか。おかしいですよね、それで暴力されるって。私今ドーンって、いや、おかしいでしょこれ。私本当障害者だったら